チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、この前仮想通貨と陰謀論の話をして、ちょっとね、投資のことについてちょっと聞きたいっていうのがね、あの動画をね、今日朝から撮ったんや、昼にあげたんやけど、夕方の段階でね、もうちょっと詳しく教えてっていうメールが来たりね、でコメント欄でもちょっとね、なんとなく分かったとか、あんまり分からんかったっていう人があったね、もうちょっと詳しく仮想通貨というか投資についてお話をしたいと思います。まあ、でも大まかに投資ざっと書いてんけども、仮想通貨で株式投資、まあ、これが一番多いよね、有名なのね。で FX、外為、外国為替、土地不動産で投資信託、もっと投資あるよ、あるけど、まあざっくりこんな感じでちょっと書いてみました。でこれでね、リスクと、リスクじゃない、メリットとデメリット、まず株式会社っていうのはね、まず仮想通貨最後に話します。株式投資っていうのは、株式会社、上場した株式会社の株式を買うねんけど、トヨタとか NTT とかね、アップルとかソフトバンク、タカラトミ、あともう日産とかマツダとかホンダとか、あ、じゃあ車好きやから車関係ばっかりというね、まあ何でもいいです。東芝でもいいし、シャープでもいいし、まあいろんな企業、聞いたことないような企業、今なんかやったら、ファイザーとか、アステラゼネカとか、ああいうところが高いんじゃないのかなとか、ちょっと前までね、ワクチンを持ってきて冷やすための冷蔵庫を作った会社の株がバーン上がったとかね、そういうので、株式を買う。で、買う人が多かったら値段が上がる。株式ってね、例えば、まあ、1000株発行しました。1000株発行したら、これの取り合いなんよ。売るか買うかで、この1000を誰が買う、誰かが売ったら、売ったもんを買う。それで成り立ってて1000以上になることはないね。だから、1000株あるうちの、じゃあ10株売りに出ました。10株これ、1株が1万円やったら10万円やねんけど、私11万円で買うわ、12万円で買うわって上がっていく。まあ、そんなんじゃないけど、そんなイメージで持ってもらったら。だから買う人が多かったら、売る人は高い値段で売れるから、ね、上がったり下がったりするね。で、外国為替っていうのはドルと円。だから、アメリカのドルの価値、円の価値。だから、これも一緒やね。円でドルを買う人が多かったら、ドルの値段が上がる。ドルを売る人が多かったら、円の値段が上がる。ユーロとかね、ポンドとか、いろんな外国の為替がね、一緒やね。まあ、システムとしてはこれと一緒やね。こっちには上限がないのね。数は何もでもあるんだけどね。で、土地不動産っていうのは、マンション経営とか、駐車場経営。例えばマンションを建てます。これ、まあ、マンション建てるの1億かかりました。1億。で、10部屋あるから、1部屋1000万円。月々10万円で貸したら、年間120万円。ってことは、9年ぐらいで1億ペイできるから、10年目から儲けられますっていう話だね。駐車場はもうちょっと安いよね。土地があったら、ほぼほぼ施設そんなただやけども、その代わり、まあ、1時間何百円しか儲からへんけどね。で、結局、これをどうするのかって言ったら、まあ言うたら、これの経費と利益で差し引きした利益、儲けが利益っていうのが投資やねんね。それともう一つ、土地転がし、土地を買いました。で、土地を誰かに売りました。ここで100万円で買うた土地が200万円で売ったら100万円儲けです。これ土地転がしね。そういう投資の方法。で、投資信託っていうのは、日経225っていうのが一番、まあ日本で有名やし扱いやすいんやけど、こういう投資信託っていうのは株式とか、まあ、外為とかいろんなところに投資する人がね、プロが。で、その人にお金を委託して、例えばあっちゃん1万円を委託した。その人がその1万円分で投資しました。で、投資で1000円儲かりました。じゃああなたに500円あげます。まあその割合知らんで、なんぼか。で、儲かった分のなんぼかをあなたに還元しますよっていうのが投資信託やね。で、これも毎月上がり下がり、上がり下がりするね。上がったところで売って、そこで買ったらいいね。自分で、そこは自分ですんだけど、これは何かやったら、トヨタとか NTT とかアップルじゃなく、この投資信託の会社がどこかにかけてくれてんのよ。一番率のいいところに。そういうやり方で儲けさせてくれんねんね。それがまあシステムです。簡単に言うたらね。仮想通貨もまあ同じやねんけどね。結局仮想通貨も、ネム、ビットコインでも、今ビットコイン値段高いから、ネムにしとこう。ネムを、今、ネムがね、24円ぐらいちょうたかな、今の段階でね。
24円やったとします。これを誰かが買います。欲しい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 って言ったら、でメモも枚数決まってるから、じゃあ 24.5 円やったるよ、いや 23.9 円やったら買うよ、すり合わせて、ほんなら 24.2 円やったら手打ちましょうって言ったら 24.2 円、ほんならここからが上がっていくのよ。ほんなら 24.2 円だったら、私 24.5 円で買うわって、ほんなら 24.5 円やったら売るわって、で値段上がる、みんな売っていったら下がっていく、結局株も一緒やねんね。でここで売り買いして値段が変わる、まあ、こんなんね結局転売屋も一緒やねん。プレイステーションね、プレイステーション5今あーちゃん欲しいねんけど、4万9000円やねん。上新とか、山田電機とかヨドバシとかいろんなところでこうたら4万9800円の税やねん。でもメルカリとか、ヤフオクとか下手したらもう楽天とか、薬って書いた、アマゾンとか、転売屋業者がこれにプラスアルファ、7万とか6万5千円とかで売ってんねん。欲しい人がおったら買うわけよ。欲しい人が買わへんだらこの人が損するわけよ。一緒やねん結局。そうやって値段って上がり下がりするんだけど、大体定価のあるものってこういう売り方したらみんな買わんでしょ。買う人もおるけど、それを動かしてんのが投資やねんね。まあ、結局買う人がおったら上がるし、売る人がおったら下がる、それだけのことやね。じゃあそのリスクを話しましょう。株式会社もし、まあ、この企業で言うと怒られるから、ね、まあ、中村村にしよう、中村村株式会社にしましょう。でしました、1株、1000円で売り出します。1000円で売ります。中村株が、中村さんが、新しい、無農薬の、なんか、スイカを作りました。これがバカ売れしました。大儲かりしました。なら、この株に、株主、これを、まあ、1000株。1000株作ったから、この1000株に、1人当たりの配当。配当として100円あげます。だから1000株持っとった人は、1000株はじゃあ1000株じゃあ10株持っとった人は1万円で買うたら、100円かける10倍が1000円もらえるわけよ。やったらと思うでしょ。ほんだら私もこの株欲しいわってなったら、その株譲ってよって言ったら、株が1200円、1500円になったりするね。で、上がっていくわけよ。で、中村さんの、中村村の中で、いちごを作りました。いちごが病気になりました。不作でした。で、損しました。あ、そんな損してんのかやったら、もうこんなとこいらんわ。この株売る売るってなったら、900円、800円まで下がるかもわからない。この企業が失敗したり、何かしたり。例えば中村村の社長が、社長ちゃう、村長やね。村長が、何しようかな、不倫しました。村長が立ちしょんべんしました。村長が万引きしました。一気にここの値打ちが下がるんよね。だからダメじゃーんってなったら株はボーンって暴落してしまう、ね、何が怖いんかと、ここの会社の社員とか社長が何をしでかしたらボーン下がったりする、ね、それが怖いのが株式会社、人間がしてるから怖いのね。だからそれで暴落とかが起こり得る、それが株式のリスクね。リスクであったり、メリットであったりね。で、次はね、為替。為替はこれ国やね。なんか国やから、まあ、例えばドルがアメリカと、日本。円と、ドルと円。アメリカで、暴動が起きました。暴動が起きました。日本は警察官の質が上がりました。円の値打ちが上がるから、1円で、1ドル、今、140円ぐらいかな。が、今度、円が値打ちが上がってきたら、円が高くなるから、ドルが安くなるから、アメリカで暴動起こったら、90円まで下がりました。で、変わっていくのね。で、日本が、もし、
悪いことになった。日本でもしなんか暴動が起こったり、日本で戦争が起こったりとかになって、日本の値打ちが下がりました。日本の犯罪が増えました。日本で、疫病が流行りましたってなったら、今全世界疫病やけど、日本だけの疫病とか流行ったら、日本の値打ちがなくなっていくんだよね。円が下がるから、円が200円とか、円じゃない、ドルが200円になったりするね。で、円高、ドル安って言うけど、ドルが、これ1ドル、日本から基準でいくから、1ドル、140円。だから、1円でいくから、140円を1ドルだから、140分の、1ドルやねんね。要はね、逆計算する。ってことは、円高ってことは、円が高くなったら、ドルが安くなるのよ。ね、考え方でいくとね。円が高くなると、ドルが安くなる。ドルが安くなると、円が高くなる。だから、円高になったらドル安になるから、円高の時は、1ドル140円が100円とかに下がるのよ。逆に、円安になった時は、ドルが高くなるね。簡単に考えたら、円が安いときはドルが高いからドルの値段が上がる。円安いときは、1ドル何円の円が上がると思ってもらえたらね、簡単にね。で、これは国内の暴動でそうやって変わっていくのね。で、こういう変動が出てくる、ね、だからそこで FX 外為っていうのは外国の情勢をしっかり、だからこの株式は会社の情勢をしっかり見とかなあかんね。で、外為、FX とは、外国の情勢を見とかな。その情勢が日本によってアメリカの情報なんか分からへん。突然何が起こるか分からへん。起こっとる時点で、情報入ってきた時点ではもう完全にドーン落ちた時だからね。うわ、めっちゃドル落ちた、何やってんやろって、後からアメリカでこんなこと起こってんでっていう情報が入ってくるから、意外と外為は怖いのよ。んで、株式は何が怖いのか言ったら、株式、トヨタ自動車は、輸出してんねん。何しよう、トヨタのレクサス、あちゃんトヨタの車知らない、あまり、何しようかな、カローラでやもん、カローラ1台、もうめんどくさいから100万円としよう。で、1ドル100円としよう。だからめんどくさいからね。だから100万円やから、1万ドルやねん、カローラは。1万ドルで100台売れたら、100万ドル。100万ドルやね。だからこれ、ドルが上がったら、円が安くなってドルが上がったら、輸出しとる場合は、円が安くなる、じゃあ円が高くなるイコールドルが安くなるね。ってことは、円高になったら、日本人外国から輸入するの安いからだったと思うけど、逆に輸出してる企業やったら逆やねんね。円高になって1ドルが、まあ、50、もう極端にこう50円になったとしよう。なら100台売ったら100万ドルが50円やから、なんぼや、めんどくさいな計算がね。50台売って100万、5000万円やね。ほんまやったら1億になってて、が同じだけの数売っても値段が下がっちゃうのよ。逆に円安になるから、日本がもしろくでもないこと起こる、で日本の価値が下がって円安になったら、200円になりました。ならカローラ売った同じだけ売っても2億円になるのよ。だから株式っていうのは、外為、FX も株式も全部見とかんと怖いね。だから株式とか FX でめちゃくちゃリスクがあんねん。でも日本人は投資って言ったら、これは昔からやってるからやるんよね。でも意外と難しいねん、この株式とか外為っていうのは。よく失敗します。で、日本人は投資が下手。なんでかって言ったら、学校でいろんな勉強習うけど、お金の勉強って習わへんねん。これ日本人だけらしい。他の外国ではちゃんとお金の勉強、投資の勉強すんねんって。でも日本はせえへんから、お金イコール汚いもの、お金イコール、儲けたらダメなもの、みたいな吸い込みで勉強されてるから、投資が下手くそやねん。だからこういうところの外国、特に島国やからね、外国の情勢見れへんのもあるけども、それでこういうのって下手やねん、だから日本人は。で、日本人、まあまあ不動産投資とかよくする人がおるんだけど、なんでかって言ったら、日本人はないものに投資怖いねん。
だから今度は先物っていうのもあったね。先物、先物っていうのは金を買います。物ないねんけど買います。で買った金を売ります。ないものを勝手に売ります。売ったからどっかで買い戻さなあかんから買います。それが先物やねんね。要は金を、1キロ買いましたって言ってお金を払うけど、金実際自分の手元には来てないのに買ったっていう権利だけやね。で売ったって言ったら売った権利だけね。その差額をその会社がほんまにこうって売ってるしてるから差額だけをもらえるっていうのが先物やねんけども、まあ、簡単に言ったら、ね、厳密にはちゃうねんけど、簡単にはそんなもんやねん。でもそれって日本人怖いねん。結局でも金を実際買います、でそれを、売りますっていう手間、手数料めんどくさいけど、それの方が安心できるから現物買いをする人が多いのね。それの分かりやすいのは土地不動産やね。でそれの土地転がしたりとかするんやけど、でマンション系とか駐車場系なんかでもそうやねんけど、でこれまた面白いのがマンション建てるのにもし1億かかります。消すんだった。マンション1億かかります。1億でこれを10年でローン、まあ、10年でローン組みます。だから年1000万でしょ。14万だったな。めんどくさい。1000万でこれを12で割ったらやねんけど、金利がかかってくるのよ。ここに金利がね、だいたい1億円借りると、今何ぼやろな、金利2% とか 3% とかかな。年利がね 2% やったとして、これ計算めんどくさいんだけど、1億かける 2% やったとして、もう簡単に言うて1100 1000万かな、金利ね、ざっくりでね。で1000万、まあ、2000万でしょ、めんどくさいから、金利2000万やったとしましょう。なら年間1200万払うのよ。ってことは月120万払うのよ、ね、月120万払うのよ。ほんで家賃、10部屋作る、10部屋作って120万やから、1部屋15万で貸しました。だから1部屋15万円で貸した。こんな貸せへんな。1部屋7万ぐらいかな。7万。いや、もうちょっといくな。1部屋、1部屋まあね、10万で貸したら、10部屋やから100万円。で、1年間で、200万。1200万やから、1000万やから、ちょっと待って、120万やから100万で20万の200万損すんねん。ってことは 10年目まで、200万の損やねん。だから2000万損してんねん。で11年目はもうローンいらへんから、1200万入ってくるから、800万の損になってんねん。12年目では、200万の儲けになるね。で13年目で、1400万のプラスになるね。でこれをもっと10年じゃなく20年ローンとかにしたら、毎月の利益が数万円ずつ出てくるのよ。まあ言うても10年目ぐらいにメンテナンス入れなあかんからお金かかるけどね。でもまあそういうのが、不動産投資やねんね。簡単に言うたらね、もっと詳しく説明したらあれけどね、簡単にまあざっくり言うとそんな感じやね。駐車場もそうです。同じです。だから駐車場やりやすいから、最近駐車場系多いでしょ。そこら中にのね、タイムスみたいにできてるでしょ。あれフランチャイズでやってんだけどね。で土地転がしはもう簡単。土地を買うて売る、それだけの差益を売る。でもその時に土地が上がる、土地バブルやったけど、土地バブル崩壊したらドーンって大損こく、それが土地転がしね。投資信託っていうのはこの株式とか FX をプロがやってくれるやつやから、これ何もしゃんでええのよ。勝手に、まあ、これあっちゃんやってんのは毎月。月1万円。年12万円。
投資してね。で、1ヶ月1万円で日経225っていうのが、いろんなところに投資して、まあ、言ったらトヨタに NTT にアップルにって投資するよね、ドルに投資する、ユーロに投資するって、それトータルして月、儲けたか、損したかで、この1万円で、まあ、例えば1万円で、1万、点にしとこうか。なんていうのかな、株みたいだけど、まあ、1万点が1万円で買えたから、1.1 円やな。来月は、儲かった。この株式会社儲かった。株式投資で儲かったから、1万円で1万2000点買えます。来月、その翌月損したから9000点になりました。9000、1万円で9000点しか買えません。そんなのトータルで、ここでだから、これ3ヶ月目、1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目、4ヶ月目が1万1000。で、トータルで1、2、3、4万、4万2000点。で、その次の月が、1万1000円。今、1万1000円です。で、1万円で1万1000、めんどくさい、1万円で1万点です。ってことは、4万2000円やから、4万円投資して、4万2000円返ってくるのよ。2000円が儲けね。もちろんここから税金引かれるからこんな丸々ないけどね。これもし4万円投資して、プラスが2000円。この2000円に税金がかかってくるね。税金で引かれるから、まあ1000円ぐらい、半分ぐらい税金引かれるかな。半分もいかへんかな。まあ1000円ぐらい返ってくるから、4万1000円引き出せるっていうことやね。でやねんけども、あっちゃんこれ2年で24万円投資して、40万ぐらいになったことがあるんだよ。この日経225意外と優秀よ。覚えてて、日経225、これ銀行で扱ってるから、銀行で投資信託日経225欲しいんですけどって言ったら、ほとんどの銀行扱ってるの。最近まあ投資信託とかね、やってる銀行多いんで、これ言うてもらったんで、これ結構簡単。毎月口座から1万円ずつ引き落とし、2万円ずつ、なんぼでもいいね、好きな金額引き落とし。で、プラス今月こんだけ入れたいって言ったら、入れる、買いたいって言ったら買えるからね。それもして増やしていくね、資産をね。それが日経225。これも自分何も考えんでねん。ほっといたら勝手にやってくれねん投資。もちろん失敗もする。リスクゼロではない。でもこの中で一番リスクが少ないねん。一番簡単な。これが日経225の投資です。はい。まあ、これがね、投資のあれこれ。で、仮想通貨はって今何も話してないね。これ次回行きます。20分経ったんで。で、次回仮想通貨についてちょっと詳しく話します。またね、バイバイ。今日のあちゃんの投資のお話、よかったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。こんな話したらあっちゃんやけど、あっちゃん投資に関して全くのど素人です。はい。